2019年の反省と2020年の目標を掲げたいと思いますこれが2019年の目標だったんですがこれを一つ一つ達成できているか見ていこうと思いますまず一つ目は総合旅行業務取扱い管理者試験っていう国家試験があるんですけれどもこれは申し込みすらしませんでしたそれはどうしてかと言いますと この試験の1ヶ月後に、賃貸不動産経営管理士試験というのがありまして、そっちを優先したからです。理由はどうあれ、合格することができませんでしたので、これは罰です。そして次へ行きまして、2番は、潜水士の試験に合格するってことでした。この試験はちゃんと受けてきまして、そして合格できまして、この免許証のところに1と表記されてますので、 取得できたということです。ということで、2番は達成できていますので、丸です。次に3番ですけれども、なんと、試験の名前間違っちゃってるんですよね。ここには、劇物、毒物って書いてありますけれど、これ逆です。毒物の方から先なんです。ですので、毒物、劇物取扱者試験に合格するっていう目標だったんですけれども、これはちゃんと受験してきました。 この試験ですけれども、やっぱり普段聞いたことがない物質名とか出てきますので、結構難しかったですね。そして、これが合格証書です。というわけで、3番は達成できましたので、丸です。次に4番ですが、資産をプラス80万円以上にするっていう目標だったんですが、これは、まあ、去年がマイナス147万円だったので、結構プレッシャーだったんですよね。 ですが、これは達成できましたので、丸になります。これは何かすごく収益があったから達成できたというわけではなくて、2018年の12月に株価が大暴落を起こしてまして、それがただ戻ってきただけのことなんです。次に5番目は、YouTube の動画を150個アップするっていう目標だったんですが、これはもう途中から、ああ、もう無理っていうのをかってました。 二日三日に一個動画アップすればいいんだから、そんな難しいことじゃないと単純に考えてたんですけれども、あの、ネタがなくなってきました。実際は102個の動画をアップしたんですけれども、目標を達成できませんでしたので、これは罰です。そして最後の六つ目ですけれども、体重を 60kg 未満に保つっていうことでした。 このように 59.5kg ですので目標は達成しているんですけれどもこれは12月の末頃に体調不良で2日間ほとんどものを食べれませんでしたので5キロ痩せてちょっと戻ってきた状態なんですよねですので健康的な痩せ方ではありませんけれども一応目標は達成できましたのでこれは丸にしますというわけで2019年の目標の6つのうち4つは達成できていますので まあ、去年よりは良かったと思います。そして、2020年の目標ですが、まず一つ目は、情報セキュリティマネジメント試験に合格するってことです。これは4月にあります。あと、ドローン検定3級に合格するっていうことと、YouTube の動画をちょっと減らしまして、80個以上作るっていう目標を設定しました。 そして4つ目は確定申告の関係で青色申告をするってことです。あと5番目で資産をプラス90万円以上に増やすってことと体重は去年は60キロ未満に保つってことですけれどもやっぱ体重がある程度ないと病気の時にひどい目に遭うっていうのを体験しましたので緩めて62キログラム以下に保つっていうふうにしました。 以上で2019年の反省と2020年の目標を終わりますけれどもなんでこういう動画を作るかと言いますとこんな動画多分誰も見ないと思うんですですがこうやって自分で公開することによって後戻りができないっていうかまあやるしかなくなっちゃうんですよねそのためにこの動画を作ったんです毎年ダラダラ生活してしまって何も変化のない方はこういうふうに目標を定めて 公表することによって自分を追い込むことができます皆さんもこのようにやってみてはどうでしょうか以上で終わります